皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。この度 YouTube のチャンネル登録者数が1万人突破しました。イエーイ、やったー、ありがとうございます。YouTube を始めたのがね、9年前ぐらい、ものすごくね、もう長い年月をかけて、9年かけて、1万人到達したわけなんですけども、僕振り返ればね、今まで多分1000本ぐらい動画を YouTube の方には上げてるんですけど、コラボもね、ほとんどしたことないですし、自分はこう何かの動画が爆発的にバズって、チャンネル登録者が伸びたっていう、そんなことも全然ないので、本当にコツ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 、1日5人、10人、15人ずつぐらい、コツ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 増えて、1万人到達したっていう感じですかね。この1万人っていう数字がね、すごいのか多いのか少ないのか、僕にはちょっとわからないんですけど、この前ね、たまたまヒカキンさんの動画が YouTube に上がってきて、ヒカキンさん10年間 YouTube 続けて900万人チャンネル登録者数突破みたいなね、ことを言ってたんですけど、すげえなみたいなことを思いながら僕その動画を見てたんですけどね。はい。それでも、僕がコツコツ YouTube をやっていく中で、一つ目標にしてたことを、達成できたので、もう僕的にはめちゃめちゃ嬉しいですね。僕 YouTube をね、長年やってきまして、叶えられた夢っていうのがもうめっちゃたくさんあるんですよ。で、今回そんな僕が、この YouTube のチャンネル登録者数1万人登録した、経緯とか、あとその YouTube をやっていく上での、メリット、デメリットなども含めて、つらつらと喋っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。YouTube で得られたメリット、その1がですね、やはり集客かなと思いますかね。僕もドラム講師を始めて、12年になるんですけど、今から12年前っていうのは、今ほどこう SNS が発達してるわけでもなく、Twitter もあったし、Instagram はなかったのかな、Facebook、Mixi があったぐらいで、主に生徒さんの問い合わせの窓口となるのが、やはりホームページ。あとチラシで宣伝したりとか、今からこう12年前は、そんな感じだったんですけども、今から12年前、僕22、3歳ぐらいだったと思うんですけど、ね、どこの馬の骨かわからない、この若造が、ね、ホームページに、ドラム教えます、みたいな、ドラムレッスンします、生徒募集中、みたいな、掲げても、なかなかね、こう誰もメールを送ってきてくれなかったりするんですよ。そう。で、奇跡的にこうメールを送ってきてくれたとしても、なんかこう体験レッスンで、お客さんを逃してしまう確率っていうのも、やはり結構高かったんですね。そう。なので、その集客の一環として、YouTube 始めたっていうのが、最初のきっかけなんですが、YouTube をね、でも始めてから、あからさまにやっぱ変わったのが、もう問い合わせの、そう、メールの内容なんですよ。今までってね、こう、体験レッスンで始めまして、レッスンをして、で、そのレッスンが面白かったら、次から通ったのかい、みたいなことになるんですが、YouTube を始めてから、YouTube ですね、僕のレッスン動画を見て、で、僕に習うことを前提でメールを送ってきてくれてるんですよね。月4回通おうと思ってるんですけど、いつが体験レッスン行けますかみたいな。なんかそんな感じでもう、すでに、何でしょう、問い合わせの内容のメールがもう変わったので、あ、やはりなんかこう、すごくこう、集客に役に立ったなと思いました、その時は。で、YouTube で得られたメリット、その2がですね、自分の知識と、技術っていうのが、急成長したなと感じました。人が成長するのに、大切な要素になるのが、インプット、練習したり勉強したり、インプットして、そして、アウトプット、こういう発信したりとかですね、ライブしたり、バンド練習したりとか、アウトプットすると。そして、そのアウトプットしたものを自分でこう見返してね、ここが良かった、ここがあかんかった、こうフィードバックするっていうことが、こう人が成長するのに、欠かせない要素と言われてるんですが、この YouTube の配信っていうのがですね、そのインプット、アウトプット、フィードバックっていうのが、すごく詰め込まれてるなと思うんですね。そう。自分がこう勉強したこととか、自分が練習したことっていうのを、YouTube でこう発信という形で、アウトプットすると。アウトプットして、例えばこう動画編集とかしてるときに、自分の演奏とか、自分の伝え方っていうのを、こう何度も何度もこう見返すと。で、そこでフィードバックされて、次の発信に、次はどんなことをこうインプットしよう、次はどんなことを、アウトプットしていこうっていうのが、すごくね、こう繰り返されたので、こう自分の技術、自分のこのストロークをね、見直したりとか、自分のこのノリとかね、リズム感とかを、見直す、すごいね、いいきっかけになったと思いました。そう。で、どんどんね、こう発信を続けてると、発信することってなくなってくるんですよ、どんどん。
ね、こうブログを書いたりとかしてる人ならわかると思うんですけど、書くことなくなってくるんですよね、どんどんね。なのでなんかこの発信を続けるためにはインプットってやっぱ非常に大事になってくるんですよね。でインプットして、でこうやってこう伝えるためには、伝えれるほどやっぱ自分で理解していないとなかなかこう伝えることって難しかったりするんですね。そうで、これをまあ噛み砕いて、人に伝える練習をすることによって、なんか自分の中でもなんかこうより知識が深まってというか、ほどを感じたので、まあ自分の技術、知識が、まあ、こう YouTube の発信を置いて急上昇したなと感じます。で、まあもちろんこれはドラムの技術だけじゃなく、話し方とか伝え方っていうのもだいぶ鍛えられたなと思いますね。やってみたことある方はわかると思うんですけど、このカメラの前で喋るって意外と難しいんですよ。なんかこうカメラを前にすると言葉が出てこなかったりとか、なんかこう笑顔でね、こう喋れなかったりするんですけど、人前で喋るためのこう練習っていうのも、この YouTube で発信をすることにおいて、だいぶ鍛えられたなと思います。さらに、YouTube で得られたメリット、まあ、その3なんですが、自分が繋がりたいなと思う人に、すでに認知されていることがね、多くなったんですね。今から6年前に、菅沼光三さんの、100人ドラムというね、イベントがありまして、神戸の六甲アイランドというところで、やってたイベントなんですけど、まあ、僕、10代の頃から菅沼光三さんが大好きだったので、菅沼光三さんに会えるチャンスはもうこのイベントしかないと思って、参加させてもらって、そして、まあ、イベントが終わって、こう名刺を片手にね、森田ドラムスクールの名刺を片手に、初めましてみたいな、関西でこんなことやってますみたいな名刺を渡したら、その名刺を見て、おー、なんか YouTube でなんか配信されてますよねみたいなことを言ってもらえたんですよ。でその時ね、めっちゃ嬉しかって、そのね、自分が憧れてる、人に、まあね、その僕に興味があって見てくれてたわけじゃないやろうけども、自分のことを知ってもらってる、そのきっかけになったっていうのは、まあ、非常に嬉しかったですし、まあ、その2年後、3年後ぐらいに、まあ、実際に菅沼光三さんに、まあ、改めてご挨拶させていただいて、で、自分のイベントにね、森谷ドラムスクールの、イベントのゲスト講師としてお招きさせていただくことになったりとかですね、まあ、YouTube、で、発信して、で、僕のことを、まあ、ワンクッションね、こう、認知してくれてるおかげで、そういう、こう、オファーも受けてもらいやすくなったんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、菅沼光三さんだけじゃなく、僕、プロドラマーの方をね、招いて、ドラムセミナーをやらせてもらったりとか、まあ、いろんなオファーをさせていただいてるんですけど、まあ、自分がこう YouTube で発信してるおかげで、自分ってこんなことやってますよっていう自己紹介のツールの一つとして、こう YouTube で非常に役に立ってるんですね。あ、なんかこの人面白そうな人やな、みたいな感じで、なんかこう反応してくれることも、まあ、多くなったというかね。まあ、自分が、まあ、繋がりたいなと思う人に、まあ、認知されるきっかけになるっていうのは、まあ、YouTube で得られたメリットの、まあ、うちの一つだなと思ってます。YouTube をやっていくことで得られたメリット、まあ、その4が、コンテンツを考えたりとか、まあ、これをやったら伸びそうやなって考えたりすること自体が、ビジネスセンスを磨くいい練習になるなと思ったんですね。そう、まあ、例えばこういう動画の企画を考えたりとか、これやったら視聴者の人喜んでくれそうやなとか、これやったらちょっとバズるかなみたいな考えたりすることが、結構ね、やっぱビジネスを、やっていく上でも大事になってくると思うし、例えばこういう考え方を、ライブに置き換えて、ライブで例えばこういうことをやったらこう見に来てくれるお客さんが喜んでくれるかなとか、なんかこれやったらもうちょっと名前が広がっていくかなっていうことを、まあ、考えるこう頭になるというか、まあ、アンテナが立つようなことになるので、なので割とこう YouTube のこの企画を考えて視聴者の方のためになんかいろいろ考えていくっていうことは、まあ、レッスンをやっていく上でも、レッスンで、こういうなんか内容をやったら面白そうかなとか、レッスン生徒さんが喜んでくれるかなって考えることにも、なんかそういう考え方につながっていくと思うので、まあ、なんかそういうこうビジネスセンスを磨くこういい練習になるんじゃないかなと思ってます。YouTube をやっていく上で、まあ、得られたメリット、まあ、その後がですね、コンテンツの溜まり場になるんですね、この YouTube が。まあ、僕今まで、過去ドラムの教則本3冊出させていただいて、で今4冊目の執筆をしているところなんですけど、なんかこのネタに困らないんですよね。やっぱこう YouTube で僕今1000本ぐらい動画を出してるんですが、その過去に配信したものっていうのが、もうすでに自分のコンテンツとして、体の中にあるので、だからこのアプローチの時はこれをしようとか、あのアプローチの時はこれをしようっていう、なんか自分の中でストックがめちゃめちゃたくさんある状態なんですよ。で、まあ YouTube の生配信とかでもそうなんですけど、まあ、YouTube の生配信で、皆さんの質問にダイレクトにどんどん答えるっていう、まあことを毎週やってるんですけど、その質問に対してのストック、
こういう質問来たらこういう風に返そうっていうストックにもなってるし、ドラムセミナーとかで、まあ、2時間みんなの前で喋るってなる時も、あれとあれとあれを喋ろうかなみたいなっていうのを、なんかどんどんこう自分の中でストックがめちゃめちゃ溜まってる状態になるんですね。そう、これはやっぱこう YouTube で発信していることで、まあ、自分の中でこう蓄積された、知識とか技術っていうのがいろんな方面で役に立つと。 YouTube の生配信でも役に立つし、ドラムの教則も書くにも、まあ、自分の中で役に立ったし、ドラムセミナーをして人前で2時間喋、るってなった時も、役に立つということなので、コンテンツの溜まり場、自分の中で、ストックが作れるっていうことは、まあ、YouTube を始めたメリットのうちの、まあ、5つ目かなと思いますかね。そして、YouTube で得られたメリット、まあ、その6がですね、やはり収益かなと思います。まあ、僕はとあるプロドラマーの方にね、昔教えていただいたことが、まあ、自分を支える柱を、まあ、たくさん持っておいた方がいいよみたいなことを教えてもらったんですね。そうで、僕の、まあ、大きなこの収入の柱っていうのが今ドラムレッスンなんですけど、小さな柱のうちの一つが、YouTube の収益、まあちょっとやらしい話なんですが、YouTube の収益っていうのも、まあ、YouTube を始めたメリットのうちの、まあ、大事な一つとなってます。で、まあ僕がどうやってこう YouTube の、チャンネル登録者を、まあ、1万人まで到達できたかなと考えるとですね、まあ正直わからないんですけど、そう。でもまあとにかくコツコツ続けることが、大事なんじゃないかなと思いました。まあね、僕も9年間コツ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 やり続けたおかげで、まあいろんなことがね、まあメリットとして、まあ今ね、お伝えした通りの、メリットがあったので、1万人いくかどうかっていうのはまあ目標の一つとしてしつつ、そればっかりになってもまあ楽しくなくなるので、だからまあこう自分の成長を実感したりとか、あ、集客増えたなとか、なんかチャンネル登録者とか、再生数以外でもなんか得られるメリットっていうのはめちゃくちゃたくさんあるので、まあそれをやりながら、まあコツコツやっていくのが、まあ、YouTube を運営していくには、大切なことなのかなと思います。まあ、ちょっと感じてるのが、やはり、まあ、需要が多いものっていうのは、やはり、こう、伸びやすいかなと思いました。初心者ってつく動画とか、あと、ダブルストロークとか、パラディドル、アップダウン奏法とか、バスドラムダブルとか、なんか、わりかし、こう、皆さんが悩みそうなこと、まあ、例えば、YouTube のね、僕の生配信で、皆さんがよく質問してくれることっていうのは、やはり、こう、需要が多いので、まあ、動画自体も、まあ、結構伸びやすくなるかなと思いますかね。いろいろ分析を、数字を分析したりとか、まあ、アナリティクスをなんか分析したりとかすると、まあなんかその YouTube が伸びる秘訣があるみたいですが、まあ僕はそこまで全然やってないので、なんかこう毎日コツコツやってる肌感で、なんかそういう需要が多い話題、まあドラムに関しては、ダブルストローク、パラリドル、アップダウン奏法、バスドラムのダブルとか、なんかそういうものが伸びやすいかなと思いました。そして、最後にですね、YouTube のデメリットについて、お伝えしたいと思うんですが、ないですね、YouTube のデメリットは。まあ、強いて言うなら編集がめんどくさいっていうのと、まあ、動画撮るのに、まあ、時間がかかるかなっていうのと、なんでしょうね、まあ、頑張って編集した動画に限って伸びないみたいなね。なんかそういうことはありますからね。あと、まあ、たまにアンチが来るかなということぐらいで、まあ、YouTube のデメリットは、まあ、あんまりないですかね。だからまあ、それも全然解決できる問題やし、まあ、編集がめんどくさい場合は、まあ、編集してくれる方を雇って、ね、こう、お仕事として任せたらいい、まあ、ことやなとも思うし、まあ、アンチはね、ブロックしてスルーしといたら、全然大丈夫なんで。はい、YouTube のデメリットはないです。はい、ということで、まあ、つら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 喋ったんですが、まあ、YouTube ね、チャンネル登録1万人、本当にありがとうございます。すべては僕のことをね、見てくれたりとか、僕のことを応援してくれる、皆さんのおかげでですね、1万人も到達できたし、まあ、これからもね、まあ、YouTube の目標も、まあ、掲げつつ、次はね、YouTube のチャンネル登録者、まあ、2万人を目標にしつつ、引き続きですね、皆さんが、ドラムって楽しいなとか、ドラムやっててよかったなって思えるような、まあ、コンテンツを、森谷ドラムスクールらしく配信していけたらいいかなと思ってますし、いろいろなコラボもしていきたいなと思ってるので、これからも森谷ドラムスクール YouTube 校、よろしくお願いします。さよなら。